マリオはそしてお星様にという星の精の技を使えるようになった。何それ、お亡くなりになるんじゃない。お、ピーチ姫のターン。マリオどうしてるかしら。私もマリオと一緒に頑張れるとよかったのに。ピーチ姫もなんかこっちでいろいろ動き回りよるけどね。マリオさんはきっと大丈夫ですよ。それにピーチ姫はいつも頑張っておられるじゃないですか。マリオさんだってそれを知ってますよ。もうすぐ会えるんですから、その時にはうんと自慢してください。ね、最後の星の精のカードなんかこんな感じじゃなかった？そうね、ティンク、ありがとう。さ、お部屋に戻りましょう。てかそこには出られるんやな。お、ピーチ姫、我が輩が来たぞ。来んな。快適そうなベッドだな。たまには仲良くおしゃべりでもしようではないか。我が輩ににっこり笑ってみせるのだ。なんかかわいそう。あなたとお話することは何もないわ。そんな冷たいことを言うでない。これからは我が輩とずっと一緒にいるのだから、そろそろ機嫌を直した方が良いぞ。もうすぐマリオがやってきてあなたをやっつけてくれるわ。ガハハハ、そんなことはありえん。スターの杖がある限り我が輩は無敵だ。マリオなど我が輩の敵ではない。いい加減にそれを認めるのだ。お、クッパ様、大変でございますじゃ。なんだカメックババよ。我が輩は今ピーチ姫と楽しくおしゃべりしておるのだ。楽しいんやね。マリオのやつがとうとう星のせい7人全てを助け出してしまいましたですじゃ。そのうち星たちの力を使ってここまでやってくるやもしれませぬ。一刻も早くマリオを迎え撃つ準備をしなければなりませんぞい。なぬ、おのれマリオめ。カメックババよ、急いで手下どもを配置しろ。クッパ城でマリオを葬り去ってやるのだ。ピーチ姫も一緒に来るのだ。マリオがやっつけられるところをゆっくり見物するがよい。者ども、ピーチ姫が二度と逃げ出さないようにしっかり縛っておくのだ。マジで？もう自由の身ではなくなった。まあ、でも普通なら最初からそうよね。ピーチ姫にひどいことするな。なんだこのピカピカしたのは。あ、今ここで初めて目に入ったか。鬱陶しい。ティンク、早くピーチ姫を連れて行け。いやー、何、どこに連れてかれたの。牢屋とか。私の名はダール。マリオくん、よくぞここまで来てくれたね。これで君は7人の星のせい全てを助け出してくれたことになる。本当にありがとう。いえいえ。さあ、いよいよクッパとの戦いだ。私の力も君に使ってもらうことにしよう。どんな力？最後やもんね。めちゃくちゃすごいんじゃない。スターの杖を取り戻すため、クッパを倒してキノコワールドを平和にするため、そう、ピーチ姫を助け出すためにもね。何何何、最後マリオのスターパワーが7になったぞ。マリオはそしてお星様にという星の精の技を使えるようになった。何それ、お亡くなりになるんじゃない。え、なんか身を滅ぼす自爆系の技じゃないよね。そしてお星様には敵全体を星に変える技だぞ。敵全体を星に。マリオくん、まずは星の降る丘まで来るのだ。それってその一発で終わりってこと？え、それともその後また普通に星から敵に戻るの？星の降る丘から我らが星の国へつながる道を用意しよう。その道の名はスターロード。それを渡って星の国へ来るのだ。君たちが無事に世界を救ってくれるのが私の願いだよ。頑張ろうマリオくん。ひとまずはサラダだ。どうもどうも。星の降る丘ってどこだったっけ。よっ、星の降る丘。うわ、なんかめっちゃ気持ちいい。待って、セーブさせて。ひー、あ、そっか、これ爆発するやつか。
なんかさっき星のかけらあったよね。爆発させるやつじゃないな。これ星をはめるんか。星がどこにあるのかがわからねえ。帰るか。星の風呂を買ってここに来るまでの間にあったんやっけ。雷ドッカン、イエーイ。あーしまった。雪やコンコン、あーしまった。なるほど、一番最初ここに挑む時に道具を取っとったら先に進めんようになったってこと。でもこれもう一回行ったら戻ったんやろ。戻ってない。なるほど、もう一回置いたら進めるようになるってこと。なるほどね。じゃないと積むよね。やだ、来ないで。あ、これ上からは降りていけんのか。キヤー。こっちに落ちたところでかな。町にたどり着いたな。まあじゃあとりあえず、とりあえずセーブして、ねえ、星の降る丘ってどこ。星の降る丘やったっけ。すべての星の精様を助け出したんですね。ではいよいよクッパ城に乗り込むのですね。ピーチ姫やキノコ城のみんなが元気だといいのですが、マリオさん、一刻も早くみんなを助け出してください。それができるのはマリオさんだけです。了解。星の精様をみんな助け出したのでし、おめでとうでし。あとはスターの杖を取り戻すのでし、星の子たちも喜ぶでし。違うんだよ、いつまで君はかくれんぼの話をしているんだい。夜には空を見上げてみるでし、星が美しいでし。星の国にスターの杖があった頃の星の輝きももうすぐ戻ってくるでし。それを感じるでし。感慨深いね。地図地図。星の生まれる谷。星の生まれる谷ではないんですよね。これか、星の風呂か。星の国に一番近いと言われている。ってことは一旦のこのこ村まで戻らんといかんのか。遠くね。ワープしたい。だってこれって。どこから帰れるんだ?待って待って待って、どこから帰れるんだい。邪魔だよ。もう失うコインは何もない。ふう、寒い寒い村に戻ってきたぜ。じゃあとりあえず寒い寒い村に戻ってきたところで閉めますか。あ、これ通ったら戻れるんか。待って、戻ろうじゃ。なるほど。そっか、一瞬で戻れるわけではなかったわ。じゃあまあ、あそこから戻るのはまた今度ということで。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねってことで、まあ、次回はこの寒い寒い村からとりあえずのこのく村にまで戻って、そこから星の降る丘だったっけ。
なんかまあその星の国に一番近いと言われてる場所まで戻ってストーリーを進めていこうと思います。